とこうか、こうか、こうすれば一つのさ葉っぱの表情になるでしょ。なるほど。割り方ね、3つぐらいに、こういうこともできる。すごい、なんかこういうとこにあったって葉っぱをさ、何個か色味を考えて貼り付けたら一つのポイントになるよね。この空間が変わってくるよね。絵を描くのと一緒さ。で特に壁の中に、壁の表面と同じに造眼してしまえば、埋め込んでしまえば、もうこの建物が葉っぱでできてるみたいな。いや、実家が出てくるんだ。絵はこう、額縁で引っ掛けるものがちょっと飛び出してるんですよ。建物と一体化はしてないよね。でも可能なんですよ。丸を、そして今僕がやったのは石の方を動かすのね。同じとこを叩いて、なんか鉛筆ない？ね、それでこう同じとこで叩いてこっちを回していく。そうなってくるね。これはもう慣れですから、何回もやってるから、要するに加減が分かるようになってくる。で叩く位置もまあ決まってくるから、そんなに間違いは起こさない。どうだで少し修正してあげれば、大きな線がこうできた。そう、もう自在に、ある意味は自在にできる。見かけは特に、もう一回お願いしますよ。もう一回でも、ちょっと立体的に違う方向から。いや、それぐらい、いろんな楽しめるっていうことね。だからやるからにはね、自分の想像力を働かして、そう、面白く美しく、そういうものを目指して作るべきや。そして画面そのものには、自分の絵は特にそういう要素があるけど、ストーリーを持ち込んでいいの。自分の思いを込めていくね。でさっき誰さんだったかな、原画で描いてた後ろ姿でさ、2人が立ってるとすれば、その背中で表現しなくちゃいけないから、そこの空間をね、どういうふうに作ろうと、そんな空間はその人の作る空間だからね、その人そのもんなのよ。だって君たちも絵描いてるから分かるだろうけど、だから誰のせいにもできやしないから、一生懸命作らないと。自分で手抜きなんかすると分かるでしょ、お前ね、もっと描けるのに、そうすっ飛ばしてさ、嫌になったから描けないからとか言い訳したってさ、前に進まなくちゃいけないからね。僕ももう3回ぐらいのスランプを経験してるけど、逃げてたのよ。でその時あたり絵画教室やっててさ、
生徒の絵はまともに見んの。それでこれはダメだとか、そういう絵をして描き直せとか。で夜になって自分の絵描いてて、やっぱよく描けたなと思うとこは自分可愛いもんだから、この辺を少し直せばなんとかなるかなと思う。そういうことしてたら治んないの。いつまで経ってもそこの場面に行くと同じようになっちゃう、詰まっちゃう。どうすればいいかって言うんですから、やっぱ生徒の作品を見るように自分見なくちゃいけない。これは何の、これは本当エコ引きで良くないから、こういうで自分のその一番よくできたというようなものを消し去ってた。元からやり始めた。そして覚えたのがね、要するに一回描けたものはより以上に描けるということだ。それに正面から向かえば、外しとくといつもそのとこで詰まってしまう。その先に行けないの。ところが勇気がないもんだから、いいとこは取っといてちょこっと直せばね、なんとかまあなるだろうという甘い気持ちがあったもんで、ね、進めなかった。それが スランプを招いた原因でもあるし、だから仕事としては自分と向かい合えるって、全てが自分の作った世界だから自分と向かい合う、自分と対話できんのよ。で一番いい材料なんだよ、生きていくには。だらしないぞお前って一般的な言葉に直せばね、絵描きながらもっと描けるだろうという勇気、励ましも自分でできる、自分を自分で励ますんだよ、そういうふうな。だから今やもう年配になったけど、この仕事を選んでよかったと思う。いつも自分と見てなくちゃいけないから、あの目離すと何するかわからない自分もいるからね。絵描いててよかったんですよ、悪いことしなくて。しましたけどね、少しは。ということで、あの見かけ石他のも持ってくるからね、使ってみてください。